はい、行きますよ。一発撮りですよ。吉木さん、今日何日ですか？10月3日。10月3日は誰の誕生日ですか？おっと、吉木さんの誕生日です。じゃあ、吉木さんの誕生日を祝して、歌を歌う？じゃあ、最後のハッピーバースデーでか。ハッピーバースデー、吉木。お疲れさんでーす。やべえ、すきっぱらにビール来た。いやおめでたい酒はうまいですね、吉木さん。13歳になりましたが、今年の目標なんですか？目標？今年の目標。出た。俺にそうやって言うと思って、特にね、俺思ったよね。考えたけど、本当に浮かばなかったんだよ、こいつな。じゃあ、ゆりとさんから、よしきさんへ、今年の目標を代わりに立ててあげてください。まあ、諦めずに何でもやる。はい、じゃあ、今年は諦めずに何でもやるという。ね。じゃあ、カレー味のうんこを食べるとか。まあ、とりあえず今年1年、諦めずに何でもやるということでよろしいですか？返事しねえし、これなんか言えよお前。黙って、動画撮ってんだから黙ってんじゃねえよお前。じゃあ今度はあれね、あれね、試合相手がね、あの結局ね、相手も人が集まらず終わりましたね。残念でしたね。また練習しますからね。明日のブラインドサッカーはどうなんですか？ダメですか？ボーリングに行くという。じゃあ、あとは、猫をいじめないとか。猫はいじめてない。本当にいじめてるのは母ちゃん。母ちゃんがいじめてる。あいつか。発覚しましたね、猫をいじめてる母ちゃん。可愛がりすぎて猫を嫌がってんじゃない。ハクが逃げるの。いつも入ってるし。マジか。マジか、虐待ですね。マジっすか。今日のそういえばイベントはどうでしたか、吉木さん。誰が一番良かったですか？3組いて。どれが良かったですかね。どれが一番盛り上がったと思いますか？あ、長いよお前、すぐ返事しろよ。じゃあゆいとさんどうですかね。吉木の代わりに喋ってください。盛り上がったのはファニーズ。ファニーズの時人数数えてたけど、あれ50超えた？50は超えた。やっぱ徐々に歌ってると人集まってくもんね。良識的に食いついてたのはどれだった？良識的に食いついてたのは最初の、うん、Too many rules ですね。なるほどね。まあ、吉さん次回もぜひ手伝いに来てください。じゃあお誕生日おめでとうございます。お疲れ様です。